聖書を愛読します。黙示録 3-7 から13までです。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの回収に直する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に蹴ひれをさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の家に、私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。シャロム聖歌台の賛美と西オーケストラの演奏があります。道会女先生のヨハネの黙示録公開25回目、フィラデルフィア教会1回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、今日からは7つの教会のうち6番目のフィラデルフィア教会について調べていきましょう。フィラデルフィア教会にくださった御言葉は、本教会にとってかなり重要な意味を持っています。それはその御言葉の内容が本教会に向けられた神様の摂理とも一致しているからです。開拓の翌年1983年、光州祈祷院で祈っているうちに、神様は本教会は神ご自身が建てて司っておられ、主が来られる時まで働くであろうと言われました。このように神様が支えて共におられることを確かなものとするように、本教会についての御言葉がヨハネの黙示録に記されていると言われました。それが今日の本文、フィラデルフィア教会への御言葉です。もちろんどの教会でもフィラデルフィア教会にくださった主の御言葉を自分たちのこととして受けて、それを目標として走っていくなら、いくらでもフィラデルフィア教会への祝福がその教会にも望みます。ところで本教会はフィラデルフィア教会が歩んできた道を目標としてそのように歩んできました。それではどのようにしてこの御言葉が本教会に向けられた摂理と一致するのか、今から伝えるメッセージを聞いて一つ一つ悟る恵みの時間になりますように。それだけでなく、このメッセージを聞くすべての教会と生徒もフィラデルフィア教会のように主から称賛される教会になるためにはどうすればよいのかを悟って、まことに主から愛されて称賛される美しい教会になりますように、主の御名によって祈ります。本文7節にフィラデルフィア教会に語りかける主は、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方であり、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない方とあります。ここで聖なるとは、人より優れていて罪に染まらず傷やシミがなく、御言葉通りに生きているので、いつも神様に栄光を期するという意味です。ところが本来この聖なるという表現は人に使える表現ではありません。聖なる真実な方は神様お一人だけです。しかしたとえ人でも罪によって失った神の形を回復して
聖なる神様に似た人には聖なるという表現を使えます。ヨハネ 10:34-36 にイエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。私は神の子であると私が言ったからと言って、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか、とあります。ここで神の言葉を受けた人とは、真理の御言葉通りに守りを行っている人のことで、神様がこういう人を神々と呼んでくださるということです。つまり万軍の主、創造主の神様の子供だからです。もちろん神々と呼んでくださるからといって、それが本当に神様と同じ次元に至ったという意味ではありません。完全である神様の子供として、御霊の人、真理の人と認めてくださるという意味です。したがって聖なるという言葉は本来人に使えない言葉ですが、第1ペテロ 1-16 に、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです、とあるように、父なる神様に似て真理に従って完全に生きていく子供がいるならば、神様が認めてくださるので聖なると言えるのです。そしてこのように父なる神様に似て子供たちも聖であることが神様の望んでおられることです。それでイエス様もマタイ 5-48 で、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと言われました。そしてヨハネ 17-17-19 では、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、私は彼らのため私自身を清め分かちます、彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです、と言われたのです。次に主は真実な方とありますが、真実とは偽りのないことを意味します。変わらないこと、右にも左にもそれないこと、嘘をついたり欺いたりしないこと、約束を破らないこと、悪がしこくないことなど、このようなすべてが真実です。生徒の皆さん、真実はとても重要です。皆さんが真実になったとき、信仰も与えられて、御言葉が皆さんに生きて働くようになり、神の力も体験するようになります。御言葉が真実だからです。それで心が真実になるほど御言葉に対する確信が与えられて、真実が見受けられるので、揺るがない信仰を所有するようになるのです。反対に真実でない時は御言葉を疑うこともあって、時にはいろいろな真理と反対のものに誘惑されることもあります。第一コリント 2-13 に、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです、とあるように、真実も真実な心であってこそ見分けられます。真実でない心では決して真実が理解できないのです。皆さんもこのような真実を慕って所有し、誠が見分けられる幸いな生徒になりますよう、主の御名によって祈ります。このように聖なる方、真実な方である主がダビデの鍵を持っているとあります。それならダビデの鍵とは何でしょうか。まずダビデについて調べてみると、ダビデは神様が選ばれた民族のイスラエルの2番目の王でした。彼は少年の頃から誰よりも神様を愛して恐れ、
神様に多くの栄光を捧げました。また彼は御心通りに行って神様に喜ばれた人として、神様の心にかなったものと認められました。このようなダビデだったので、神様から多くの祝福を受けたのが分かります。ダビデが王だった時、イスラエルが最も栄えて、多くの領土を拡張して大きな富を得て、隣国から貢ぎ物まで受けていました。またダビデ王は民に愛されて称賛されました。言い換えれば、ダビデには富と名誉と権力、神様の愛と民の愛など、すべての祝福の門が開ける鍵があったということです。これを指してダビデの鍵というのです。そしてこのダビデの鍵を持つと、ダビデ王がそうだったように、天の門を開いて神様がくださる祝福を思い切り受けられるのです。それにこのようなダビデの系図を通して、私たちの救い主であるイエス様がお生まれになったので、最も重要な救いの門も開かれたのです。ダビデはこのように自分の系図を通してお生まれになったイエス様によって救いの門が開かれるという、とてつもない祝福を受けたのです。愛する生徒の皆さん、多くの宝が入っている蔵があるとしましょう。この時、鍵を持っている人だけがその中に入って宝を手に入れることができるのです。ところで神様はダビデにどんな祝福の門でも開けられる鍵をくださったので、ダビデは多くの祝福をいただくことができました。これはダビデがそれほど神様にかなうものとして、その鍵を受け取る資格があったからです。ところでこのような資格を得るまでは、厳しい試練の過程が必要でした。神様に完全に祝福されるためには、本性の中の悪までも引き抜かなければならないからです。その始まりが、ダビデ王がウリアの妻バテシェバを召し入れて、これを隠すために忠実な部下ウリアを異邦人の手で死ぬようにさせた出来事です。ある人たちは、ダビデ王はどうしてあんなに大きな悪を行ったのに、神様から認められる人になって大いに祝福されることができたのかと、いぶかしく思うこともあります。もちろんダビデ王が行ったことは大きい罪でしたが、これは彼が特別に悪かったからではありません。むしろダビデは心の良い人だったけれど、王という地位のため小さい悪がこの世に大きい罪にまで現れたのです。これはどういう意味でしょうか。当時ダビデは周辺諸国を治める偉大な王であり、その気になればどんなこともできる強大な権力を持っていました。こんなダビデ王にまだ本性の中に捨てていなかった悪がありました。それがこの出来事を通してあらわになります。この状況を理解するために、皆さんがダビデ王の立場になったと考えてみましょう。ダビデ王のような強大な権力を持つと、普段は心にだけ持っていたことを行いに移せるのではないでしょうか。例えばある人が訳もなく皆さんをけなして憎む時、ある方はその人が嫌いになって、それどころか仕返しをしてやりたいと思うかもしれません。ところである日突然皆さんに、相手を思い通りにできるし、そうしても何の処罰も受けない絶対的なものすごい権力が与えられたとすると、どんなことが起きるでしょうか。私にはそんな悪い心はないと思っていた人でも、自分でも知らない本性の中の悪が現れることがあるのです。したがってダビデ王の例を通して、いくら小さくても悪が残っている限り、適当な環境と条件が揃うなら、いつでも罪を犯す可能性があるということをよく悟りますように。ですから第一コリント10の12にあるように、立っていると思うものは倒れないように気をつけるべきであり、
悪はどんな悪でも避けるまで、御言葉と祈りで絶えず罪と悪と戦っていくべきなのです。神様はダビデにもこのような本性の中の悪があることをご存知だったので、試練に遭うようになさって、彼が徹底的に自分を発見して悟って完全に清められるように導かれたのです。ところでダビデ王はこのような神様の摂理によって厳しい試練に遭いながらも感謝して勝利していきました。息子アブシャロムの裏切りによって王宮を捨てて急いで逃げているダビデ王に、民に過ぎないシムイという人が出ていて出ていけ、血まみれの男、おこしまな者とあざけって呪いました。こんな状況で前のダビデならばどうしたでしょうか。息子に追われて惨めに逃げているところで、このようにイライラさせる言葉で自分を蔑む民を、持っている権力でいくらでも罰することもあったでしょう。しかしダビデ王は神様が彼に命じられたのだと思いました。周りでは部下たちの方が怒って、すぐ行ってシムイを殺すと言いましたが、ダビデ王は部下たちを引き止めました。知らんぷりをしていたのではなくて、部下たちを引き止めたのです。シムイを殺せる権力があったのに、それを使わなかっただけでなく、すべてを神様の御心として受け入れるへりくだった姿がよく現れています。以前自分の権力を利用して罪のない善良な民を死なせたのとは全く違う姿に変えられていたのです。このようにダビデは練られて、さらに変えられて、完全に神様の心にかなった姿になったのです。そして神様はこのように祝福されるにふさわしい器を作った後、ダビデに驚くべき祝福の門を開く答えの鍵をくださったのです。ところでダビデの鍵は何人か決められた人だけに与えられるものではありません。神様を愛して主に似て正義で真実な人なら誰にでも差別なく与えられるのです。神様は資格さえ備えているなら一人でも多くの人に与えたいと望んでおられます。皆さんも神様が望んでおられる資格を備えるほど、健康の門が開かれ、物質の祝福の門が開かれ、名誉と権力、そして神様が共にいて支えてくださる門など、備えられた器にあった祝福の門が開かれるのです。ついには最も大きな祝福の門、新しいエルサレムの門を開く鍵も与えられます。ところで皆さんが心に刻むべきことは、すべての門は講義に合わせてふさわしい資格を備えた分だけ開かれてきたということです。教会としての使命と祝福は必ず全生徒が神様の望んでおられる資格条件を備えてこそ実現できるのです。それで教会として祝福の門を完全に開いていくとき、皆さん個人にも新しいエルサレムの門を開く鍵がそれだけ近づくのです。次に7節に、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないとあります。主が門を開くと誰も閉じられるものはなく、閉じると誰も引かれるものはいないのです。救いの門もイエス・キリストの御名によってだけ開かれるのであり、誰も閉じることはできないのです。主はすべてを父なる神様の御心に従って開いて閉じるので、一寸の誤差もなく正確に摂理のうちに全てを成し遂げていかれます。このような権威を持っておられる主がフィラデルフィア教会を称賛なさいます。8節の前半に、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたとあります。愛する生徒の皆さん、主が祝福の門を開いておかれたなら、人や御使い、敵である悪魔、サタンはどうすることもできません。主にこのように称賛されるなら、それは本当に大したことでしょう。そしてこれは途方もない権威と力を約束なさる御言葉です。マタイ 16-18-19 を読むと、イエス様は一番弟子ペテロに、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。
何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれていますと言われました。こういう権威をくださったのです。つまり私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたという御言葉には、このように地上でつなぐなら天においてもつながれており、地上で解くなら天においても解かれている驚くべき権威が込められているのです。ところでこの御言葉は、神様が共に歩まれる神の力、神の人と教会にも同じように適用されます。神様ご自身が立てて導いていかれる人と教会は、すべてが神様の摂理のうちにあるので、主が一度開いてくださった門はどんな状況でも決して閉じることができません。これは本教会が今まで行ってきた海外政界を見ても分かります。神様がそれをすると定めてしなさいと命じられたことは、いくら敵である悪魔サタンがひどく妨げても必ず成就されました。武力で不作をとしてもできなかったし、法で捕まえようとしてもできなかったし、いくら人の法であれこれ妨げようとしても、結局は神様が全てを働かせて益としてくださって、さらに大いに栄光を捧げたのです。第2コリント4の8から9に、私たちは四方八方から苦しめられるされますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒れされますが、滅びませんとありますとあるように、主の力強い御手が本教会と私と皆さんを支えて働かれるので、主が私たちの前に開いておかれた門は誰も閉じることができなかったのです。そして昨日も今日もいつまでも同じであるイエス・キリスト、私たちの主は、私たちを連れにまた来られるその日まで変わらずに共にいて支えてくださるのです。ところで主はこのように祝福の約束を与えたフィラデルフィア教会に、あなたには少しばかりの力があってと言われました。もちろんこの御言葉は、フィラデルフィア教会が少しばかりの力があった時も主の御言葉を守り、主の名を否まなかったことを称賛しておられるのですが、それでも主から称賛されるほどよくやっている教会に対して、なぜ少しばかりの力があると言われたのでしょうか。これには2つ意味があります。まず少しばかりの力とは、主を受け入れたばかりでからし種ほどの信仰があった時の状態を示しています。からし種の大きさは、白い紙にボールペンでつけた点一つにしかなりません。信仰生活を始めたばかりの人はほとんどこのように小さい信仰から出発します。しかしこの小さいからし種が育って木になって、その木の枝に空の鳥が来て宿るように、信仰も初めは小さい信仰から出発しますが、だんだん成長をしていって大きい信仰に至るのです。ところで重要なことは、フィラデルフィア教会はこのように初めにあった少しばかりの力、すなわち小さい信仰の時から、聞いて学んで受けた主の御言葉を守り、熱心に信仰を育ててきたということです。少しばかりの信仰でも主の皆を否まないで世に打ち勝ってきたのです。実際多くの方々は信仰生活を始めたばかりで、少しばかりの力を持って御言葉を守っていくことは楽ではありません。世に勝つ力もその分小さいからです。それで真理はこうすることなのにと知っていながら、いざ現実ではというと真理の御言葉通りに行えないのです。例えば主日に憤りを捨てなさいというメッセージで恵みを受けて、これからは今日聞いた御言葉通りに生きようと決心しますが、気を悪くすることが起きたり感情が傷ついたりすると、すぐ前の姿が出てしまいます。少しばかりの力があるときはこのようになりやすいのです。
しかし少しばかりの力でも聞いた御言葉を心に刻んで1週間御言葉を握って火のように祈る方は聖霊に助けられて十分勝利することができます。フィラデルフィア教会はこのように少しばかりの力があった時も熱心に祈り、聞いた御言葉を守り行うことによって速やかに信仰が成長して主に称賛される教会になれたのです。あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守りという御言葉にはまた別の意味があります。それは実際にはとても大きい力を持っているにもかかわらず、まるで極めて少しばかりの力を持っているような姿で神様の御心を行ったという意味です。これがどういう意味なのか、イエス様の姿を通して調べてみましょう。イエス様は神の御姿であり、権威も力も同じように持っておられる神の御子でした。ですからイエス様の力は測れないほど大きくて、何でもお出来になる方です。どころかこの世のイエス様がこの地上に来られた時は低く卑しい人の体を着て人の子らと同じ姿で生きられました。空腹も寒さも疲れも苦しみなども普通の人と同じように感じなければならなかったのです。むごい十字架の苦しみもそのまま感じながら、糸高き神の御子としてではなく、極めて少しばかりの力を持った平凡な人の姿で救い主としても使命を全うされたのです。私は無限の権威と力を持つ神の御子だからと思って公儀を超えることをむやみに行われたのではなくて、いつもへりくだった心と姿勢で父なる神様に祈られ、いつも父により頼み御心に従って全てを完成されたのです。そしてついには水と血を全て注ぎ出して死なれるまで御心に従って救い主としての使命を全うされました。誠に大きな力を持っておられる方なのに、極めて少しばかりの力を持っている人として全てを公儀にかなうように行われたのです。このように皆さんの中にも心の芯が良く心の血が良い人がいても、神様がただ初めから大きい力を与えて用いられるのではありません。公儀に合わせて一段階一段階、少しばかりの力からついには大きい力へと導いていかれるのです。ところで本教会と私もこれと同じような道を歩んできました。実際本教会には開拓の時すでに人には想像できない想像の力の技が数え切れないほど現れました。だからといって神様は本教会を初めから一気に高くしたり、今のような神の力を行うようになさったのではありません。公儀に照らして誠に神様の前にふさわしいしもべとして、終わりの時にこの驚くべき摂理を実現するための資格を完全に備えたことを明らかにするために、父なる神様は厳しい試練に合わせることもなさいました。そのすべての過程を他の人たちと同じ条件で信仰と愛によって今まで勝利してきたのです。まさにこれを指して、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守りと言われるのです。次に主はフィラデルフィア教会に私の名を否まなかったからであると言われましたが、ここで主の御名を否むとは、主を知らないと言ったり主を捨てて離れるという意味だけではありません。主の御心が何か知っていながらその通りに行わないことが、広い意味では主の御名を否むことになるのです。もちろん力が足りない場合はどうしようもないけれど、努力もしないまま口では信仰があると言いながら、いざ試練がやってくるとあちこちに揺れて疑い、再び世に落ちてしまうケースも
あります。以前受けた恵みや体験も忘れたままにです。このように些細なことだと言って主の御心を知っていながら行わないことが度重なるなら、試練や患難がやってきた時勝利できず、つぶやき神様を恨んだり教会を離れてしまったりするのです。これくらいはと思って真理に背いたことが、結局は主を完全に否んでしまうところにまで至るのです。しかしフィラデルフィア教会は、小さい信仰から始まって信仰が成長していく過程でも、その行いが主に称賛されるほどでした。どんな状況でも御言葉に従っていき、試練と患難が来ても神様を否まず、最後まで信仰を守り、信仰の岩に立って行いました。本教会も今まで歩んできた歳月を振り返ると、このような道を歩んできました。世と妥協しなかったし、ただ神様の御心に従うために、どんな迫害や試練も忍耐してきました。もちろん開拓してから今まで、中途で主の皆を否んでついに教会を離れた人々もいました。しかしこれは身で振るって麦と殻を分けるための、父なる神様の摂理のうちにあったテストでした。かえってそんな中でも主の皆を否まずに走ってこられた方々は、速やかに大きい力をいただくことができました。ところで皆さんがこのように少しばかりの力でも主の御言葉を守り、主の皆を否まないためには、何よりも祈りをやめてはいけません。人の力と能力で真理と反対のものを捨てて暗闇と戦って勝利できるのではなく、上から神様がくださる恵みと力によってできるので、祈りを通してこのような恵みと力を引き下ろさなければならないのです。また主の御心が何か正確に知らなければなりません。罪とは何か、闇とは肉とは何かを知って、速やかに脱ぎ捨て、善と義と光など真理についても明らかに知って行わなければなりません。それで本当に主の御心を知りたいと願う人は、指摘されて非難される時、かえって感謝して喜ぶのです。それを通して御心をさらに明らかに知って、その通りに生きていけるからです。生徒の皆さん、私はあなたの行いを知っているとあるように、主は皆さんが少しばかりの力でも御言葉を守って、その名を否まないように努めてきたすべての行いを知っておられます。そしてそれを神様は喜ばれ、時にかなって愛するという証拠をいろいろな形で表してくださるのです。続く9節に、見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるとあります。サタンの回収とは、2人以上が集まって真理に背くことを言って教会に問題を起こす群れを言います。またユダヤ人だと自称する者たちとは、神様を信じる神の子供だと言いながら、サタンの回収に属して真理の御言葉通りに行わずに、世と共になってかえって神の国を妨げる人のことです。本来ユダヤ人とは神様に選ばれた民族で、霊的には神の子供を意味する言葉ですが、ユダヤ人だと自称するとは、自分では神の子供というが神様は認めてくださらない場合です。口では神の子供だと言いながら、真理に従って生きもしないで、人を裁いて罪に定め、陰口を叩くことで教会の中に争いを起こしてつまずきを与えます。自分の思いと枠に合わなければ、不思議と記して神の栄光を表しているところについても間違っていると言ったり、異端だと定めたりするのです。このように信じると言いながら、かえって神様が建てられた教会としもべを試み、神の国を妨げるのが
ユダヤ人だと自称する姿です。嘘を言っている者たちとはこういう人々のことです。聖書には何を嘘というのか明らかに記してあります。最も大きい嘘は第一ヨハネ 2-22 に、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、御父と御子を否認する者、それが反キリストですとあるように、イエスキリストを否定する人が嘘を言っているものであり、反キリストが偽り者なのです。ところで主を信じると言いながら嘘を言っている場合があります。第一ヨハネ 1-6 に、もし私たちが神と交わりがあると言っていながらしかも闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであってとあり、第一ヨハネ 2-4 には、神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり真理はその人のうちにありませんとあります。つまりユダヤ人だと自称しながら御言葉を守り行わない人々、彼らがまさに嘘を言っている者たちなのです。主はこのような人々について彼らをあなたの足元に来てひれ伏させると言われます。そのような人々も結局は神の力の前に自分たちの過ちを悟り悔い改めて立ち返るようになるということです。これを通して神様が愛する教会としもべであることをさらに確かなものとしてくださるのです。フィラデルフィア教会もこのようにユダヤ人だと自称している人々によって迫害と苦しみに遭いましたが、神様はつまずきを与える者たちがその前に出てきて悔い改めるようにされることによってフィラデルフィア教会を愛しておられることを明らかにされたのです。しかし嘘を言っている者たちが皆悔い改めて立ち返るのではありません。すでに彼らの罪が聖霊を冒涜し逆らい汚すことに当たるので悔い改めて許されることは優しくありません。言葉では申し訳ありませんと言えますが、神様の御目には悔い改めではないのです。聖霊を冒涜し逆らい汚して死に至る罪を犯したなら心を砕いて罪を告白すべきなのに、それができないのです。涙さえあまり出ないし、だから許されないのです。神様が悔い改めの霊をくださらないとヘブル6章と10章に書いてありますね。ただし彼らの中で真理をよく知らなくてユダヤ人だと自称していたが、誠の真理の御言葉と神の力の技を見て少しは良い心があるので悔い改めて立ち返るケースがあるのです。愛する生徒の皆さん、神様が時には寝られる家庭で愛する子どもたちに迫害や試練に合わせることがあります。しかし結果的にはそれが祝福であり必ず証拠として現れるのです。反対に迫害したりつまずきを与えた人々には抗議に従って裁きが望みます。神様に愛されて支えられる教会や人には、これがまさに神様が共にいて愛しておられるという明らかな証拠になるのです。人が神様を愛していますというとき、言葉だけでなく伴う行いをもって愛の印としなければならないように、神様の方でも愛して支えておられる子供に愛していると言われるだけでなく必ず愛の印を表してくださるのです。不思議と印と驚くべき奇跡など神の力ある技がその代表的な例です。人には到底できない驚くべき神の力ある技を行うようにして、これは確かに神様が共におられる証拠だと皆が認めるしかないようにされるのです。聖書を調べてみると神様に愛されていた人々には必ず神様が共におられるという証拠が現れました。皆さんも父なる神様とこのような関係にならなければなりません。神様に愛されている証拠が毎日暮らしの中で現れるべきでしょう。本教会も神様は愛の印をいろいろと表してくださいました。
まずは生ける神様の御業を無数に表してくださいました。また人としては理解できない霊の世界の深い奥義を御霊に感じているうちに解き明かしてくださいました。そして敵である悪魔サタンが数回にわたって本教会を倒そうとしましたが、その度に何もできないということを見せてくださったのです。またユダヤ人だと自称する人々に妨げられて、かえってより大きい神の力を行う踏み台を備えていくことができました。それで善と愛と信仰で試練を通り抜けてきたら、ついには今のような驚くべき次元にまで至ることができたのです。10節に、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとあります。まず私の忍耐について言った言葉を守ったとありますが、なぜ忍耐について言われたのでしょうか。生徒の皆さん、御言葉を守るためには時にはかなりの忍耐が必要です。特に少しばかりの力を持っている時、まだ信仰が弱い時はさらにそうです。この時は心の中で真理と反対のものに従おうとする属性の方が強いので、これに打ち勝って真理に従うには罪と戦うために祈って断食して忍耐していかなければならないからです。しかしだんだん真理の心が育って、真理と反対の心より強くなれば、この時からは真理に従うことがますます優しくなります。以前のように無理やり忍耐して肉の願うことを抑えて我慢するよりは、真理に従おうとする心が大きくなるので自然に真理の行いが出てくるのです。しかしこのように真理の心が真理と反対の心より大きくなったからといってもう大丈夫だと油断してはいけません。真理と反対の肉の心、すなわち悪は、どんな悪でも避けるまでは忍耐しながら自分を守らなければなりません。心の中に小さい悪でも残っているなら、いつか適当な環境になった時、いくらでも表に出てくることがあるからです。しかしまだ悪があっても、それを発見して熱心に捨てようと努力しているなら、神様は忍耐について言った言葉を守っていると認めてくださいます。各自の信仰の段階で最善を尽くして御言葉を守り行おうとする努力を信仰の行いとしてみなしてくださるのです。それでこのような神の子供たちを試練の時には守ってくださるのです。生徒の皆さん、神様は子供たちをいつも守ってくださいますが、それには必ず正し書きがあります。多くの人が教会に通いさえすれば神様が守ってくださるだろうと思い違いをしていて、何か事故や災いにでもあったら、私は教会にも通っていて神様を信じているのにどうしてこんなことが起きたのかと神様につぶやいたりします。しかしこれは真理をよく知らないからです。神様は子供たちが御言葉通りに生きるために忍耐しながら信仰を守っている時、守ってくださるのです。もちろん完全に守られるためには完全に光の中で、すなわち真理の御言葉の中で生きるべきですが、自分の信仰の計りなりに最善を尽くして忍耐しながら御言葉通りに生きるために努力していれば、神様もその信仰に応じて守ってくださるのです。そして試練も退けて、避ける道も開いて、すべてを働かせて益としてくださいます。では試練の時にあなたを守るとは具体的にどんなことでしょうか。行った通りに必ず報いてくださる神様は、子供たちが御言葉にとどまって光の中を歩むほど彼らを暗闇からも守ってくださいます。例えば完全に主事を守って10分の1献金をことごとくするだけでも基本的な分野では守られるのです。
ここで基本的な分野というのは、信仰の段階によっては完全に主事を守って自分で自献金をするからといって全てが守られるのではないケースもあるからです。しかし安息日と十分の一の戒めだけでも守れば、神様は事故をあらかじめ防いでくださり、たとえうっかりして事故が起きても体は怪我しないように守ってくださるのを数え切れないほど見てきました。物質的にも守ってくださいます。まして忍耐について言った言葉を守って真理の中を歩んでいる人なら、当然神様がいろいろな分野で守ってくださるのです。皆さんが証人ではありませんか。ところで時には御言葉通りに生きている人にも試練がやってくることがあります。こんな時、神様を愛して御言葉通りに生きている人たちも試練に遭うんだという人がいるかもしれませんが、これは真理をよく知らないからです。このようなケースについては次の時間に続けて調べてみます。愛する生徒の皆さん、 42.195キロのマラソンコースを走ってきた選手たちに聞くと、ほとんどが途中何回か苦しい瞬間があったと言います。時には諦めたくなったり、まかり間違えばへたり込んでしまいそうな時もあったと言います。優勝した選手でもほとんどにこんな危機の瞬間があったそうです。しかしこのように苦しい瞬間を勝ち抜いて完走した時、その喜びは体験した人だけにわかると言います。天国で味わう喜びと感激もそうです。人によっては割合楽に安定して天国の門に至る人もいますが、誰でも人間拘束を受けるこの地上で生きている間はいろいろと練られる過程を経るものです。家庭の問題、健康の問題、物質の問題など、この地上で生きていながらぶつかるいろいろな問題によって苦しんだりします。しかし、その過程を通して自分の姿を発見して変えられて、父なる神様の御心通りに生きていくようになると、試練が結局は祝福への過程だったことを悟るのです。私たちもやがて天国に行って、そこで永遠の喜びと幸せを味わいながら、人間合作の過程が祝福だったことを心から感じて感謝の告白をするでしょう。ただしこれはあくまでもこの地上で忍耐して御言葉を守り行い、時には辛く感じられた試練の瞬間も信仰によって勝ち抜いた人にだけ与えられる特権なのです。したがって第一ペテロ5の10に、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その栄光の永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方もあなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますとあるように、皆さんがこの地上で受ける苦しみがやがて永遠の天国での栄光のため束の間の過程に過ぎないことを信じますように。束の間の苦しみを通してさらに完全になり、固く立って強くなった皆さんを、神様は神の国を立て上げるための尊い道具として用いられるでしょう。これはやがて天国新しいエルサレムで私たちにより大きい栄光と報いをくださるためなのです。したがって私たちに向けられた神様の御心を必ず実現しなければなりません。このために今日も全く清めに向かって力強く進む本教会と万民の聖徒、そしてこのメッセージを聞いているすべての方々の上に、神様の愛の印が毎日あふれますよう主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、今日はフィラデルフィア教会にくださった御言葉について聞きました。
聖で真実である主に似ていくようにしてください。本教会にくださった終わりの時の摂理も一寸の誤差もなく、全てが完全に進められることを信じます。少しばかりの力を持っても御言葉を守るようにしてくださって感謝いたします。さらに大きな力を持つようにしてください。まあ、心と全く信仰を持って神様に近づくようにしてくださり、イエス様が神様の御心に完全に従ったように私たちも従うようにしてください。神の力ある御業を見て多くの人が悔い改めて主イエスキリストを信じるように導いてください。同会女先生を用いて神様が生きておられることを表してくださり感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。 GC の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエスキリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病のエロジェなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエスキリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢見使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように、
祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。